鉄しかねえ。ひかりたん。ひかりたんがワンチャン。ひかりたんはやばかった。さっきやってひかりたんの勝率が8割超えてたからやばい。ああ、そういうこと。大体勝てない。あのパーフェクトとレオザワルドがゲロすぎてゲロ。じゃあやっぱりドラマ。ドラマ。戦おうと思ったらドラマ。ドラマか。シャン。ドラマ。攻め方が自分のメインだな。ワンチャン。やったら強すぎる。じゃんけんぽい。じゃんけん勝つなんなんだって強。ダメなんだって強い。あれあれ。え、ダメなんだってダメなの。あ、ダメだよ。普通に相手ドラマだから。ああ。これ強いよ。終わり。はい、よいしょ。ポッコルピアで。あー。はい。これ。あー、ダメかー。かー、マジで。こういう勝負。なるほどね。これじゃないな。こっちだった、さすがに。終わり。いや、誘いここは。殴る動画を見せるのは、そして悪いんだよ、こっち。一瞬ポッコルピア持ち上げたよね、今ね。まあまあまあ、ロケットはねえだろ。うわー、強えよ。何でもなんか、ジェットやすい終わり。あー、なんか、そうだなと思って。あー、なんだ。結局でしょ。ゲーム。なんか、はい。色間違えた。引けいろいろしかなかった。終わり。終わり。はい、作ろう。もうきつい。作るよ。はい。あ、やっぱ、埋めます。まあ、埋めていいよ。ああ、ダメだよ、お前。ああ、これ強いんだけど、弱いんだよな。強いんだけど、弱い。現状みたいな。終わり。終わり。作ろう。お、はあ、きつい。今のしか動いてないな。うわぁ、あぁ、あぁ、やばいやばい。グラナチェックします。はい、下下ふっ、よし終わり。あぁ、的確に焼いてくるんだよ。毎回山のためだね。操作されてるからね。強いな、強いな。グラナで送ってもこれだよ。あ、やべ、その手そっちは強いぞ、そこで上。はい、下、はいはいはい。おー、強っ。おっと、どうなってんだよ。なんでー。おっと、はあ、そう考えると結局パラケーデビューは出る未来しかなかったんだ。怖すぎる。どうぞ。そういうことか。しかもバイキン回収されたし。はい、しんどっ。バイバイ。振動。振動。これ。あー、もう終わり。え、でも山に帰るはね、バルキリーで回収できるから、ね。でも言うて除去にまだ使わなくて済んだろうね、でかい。うん、わかる。3分の1を。バイキンは。引かないかの勝負。そう。バイキンはある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 。楽しいね、この試合。楽しい。反列してる側から楽しいってするぐらい聞いたら楽しい。あー、強いな、リバイボールか。あー、それは強いな。どうしよう。何回強いな。ティス、はい。出すものはシャッチでいいかな。シャッチ、はい。あー、でもシャッチなんですね。シャッチからまんシャッチ、シャッチ、シャー。はい。あ、意味ないし。もうこのままありますよ。飛んでくんのか、お前。はい。はい。はい。そうです、そうです。あ、まあまあ、じゃあ。それはきついな、さすがに。強い。それはきついな。弱い。タイミングすげえ余裕だ。ちょっとわかんないです。右足変えます。本当です。きついるから、なんとか耐え。確かに。危ねえ。はい。危ねえ。
怖え怖え。じゃあ6枚です。このまま使うと混ぜ打つタイミングだけがどうしてもわかんない。気合気合気合で相手のハンドゼロかって時にしか俺混ぜ打ってない。まあそれ結構正解だと思うよ。こっちのハンドゼロだもんね。やっぱ当てるだけで。はい。で、濡れない取り入れる、はい、もうそいつはいいや。レベラがチェック。あんまりいいねえな。下。はい。はい。何で知ったん？ヤンチュウが出てきた。ヤンチュウが出てきた。動画見ててすごい面白かった。ヤンチュウが出てきた。ヤンチュウがこのままバイクになる。なんでなるわ。おーしか言わない。それしか言えないから。めっちゃ面白いよ。おいさん。ちゃんとギアチェンジしてんのか。ギアチェンジ。うわぁ、きついよ、それ。上、結構ロックされましたね。あ、こいついいや。ちょっと、それマジでやばいなぁ。こっちは切るよ。そういう仕様ですから。そういう仕様ですから。ちょっとアンドロイドみたいな感じ。仕様ですから。そういう仕様ですから。トリセツに書いてある。首がもちもちいいよ。お気をつけください。首ボキボキ言われてるんで嫌でしょ。嫌だ超嫌だ怖い怖いよ。絶対骨いってるよ。ワッペンきつかったなちょっと。だいぶテンポにいられるんですよね。まだなんとかなるけど、はい、次から2次バイケン、俺とバイケンの距離から逃れられて、はい、さすがにそんな弱くなさそう。めっちゃ強くねこれ。いやめっちゃ強くね。しかも俺パッベラファ使ってねえし、まあいいや。怖くね怖くね怖くこれ以上やばすぎ。なんでベララチェックしなかったの。ベララチェックするとまだ未来が変わったんだけど、盛り上がってなかった。はい、どうせなんか別のカード出てきたら怖いんで。ビートプランせいや。ああ、それタップです。他の方は出せません。出せてくれないか。まあ嫌なんで。うん、完全持っていけるカードなんてないんだよね。限りで。なるほど。限りか。死んだらはいいんですよね、それは。ポルスヤはポルスヤけど、ワルルピが。まあ、そしたら、一応、いいや。なんか、ということか。いやー、いやー、いやー、破壊しなきゃいいんでしょ。最初の手製ドッグ。つまり、つまり、つまり破壊しなきゃいい。つまり、そういうこと。世界世界観が変わる。世界が変わる。はい、デスの方までマラソンに行く気がする。違うんだ。マラソンマラソンでボトムだ。これどうなんだ。2、4、6出た時点でこれも勝てないから。勝てないから大丈夫。ってことは盾が投げられません。ああ、ごめんなさい。何回収集取る。あ、これだ。はい。はい。2枚一緒だってのは覚えてた。つまりまた打てる。また打てる。またプチ偏差が打てる。かあ。何それ。その情報だけでも結構死んだ。そしてピントの手札が何枚ですか。手札今4枚です。4枚。はい。バイクのライブを。分かんないです。分かんないです。僕には見えないんで。見えないから分かんないです。340枚バイゲンでしょ。あ、全部バイゲン。全部バイゲン。もう全部バイゲン。さっき元に来たカードか知らない。多分バイケン。それぞれバイケンの効果が違うだけです。おー、またマリエル飛んでくんの。頑張ってください。おいです。もう、きつい、それ。
きついこと言えないと思う。結構きついことしてる。え、マジきついよあれ。まあどうする、どうする、決めようあれ。頑張る、頑張るしかない。めっちゃ頑張るしかないよあれ。結構マジで頑張るしかない。長いぞ長いぞこれは。いいのかな、いいな、薄いな。いいペアタックできるね。ほんにコッコルピアはコッコルピアタックできる。最初こうなるほど。あー気持ち動きしてるな。あれ寄せるのか、気持ちいいな。あれ立ったら結構痛いな。めっちゃきつい。テンポが一人でテンポを取られることが多いじゃん。いやーもう大変だ。やだね。いやーなんでしんどいのか。はい、ちょっとやばい。あいつ無限にボールさんできる。怖い。ちょっと多分無限ボールさんができる。無限ボールさんができる。無限ボールがきついよ、マジで。マリエルが強すぎる。マリエル強すぎる。マリエル強すぎる。マリエルが強すぎる。終わりで。終わりで。はい。ああ、マジで。頼もう。うん。あれ。わしらどうにかしないと何とできない。うん。これでね、無茶苦茶いかないと思うんだよ。あベララでなんとかするしかない。いやーしんどいな。学校とこが維持して、あーもうもう動きが大変した。まず出る出た出る出た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 。ベララ来たいいか、いいか、こういうところで、こういうところもすぐいいか。はい、どうぞ。あー、なるほどね。なるほど、なるほど。前半の割れ率が来ちゃった。変なところでも。前半のあれはしょうがないもん。しょうがない。笑うしかない。笑うしかない。笑うしかない。相手のままバイケになっちゃうから、もちろんバイケもとりあえずバイケ置いて帰る。バイケ、バイケ寝かして、そうバイケ寝かして、どのデッキにも入る。ちょっと終わり、全部バイケ。もうしんどい、きつい。回収。マイナス一応マイナス4000でベララ効果。はい、どちら上で。あ、希望が。希望が。いやもう、もうきついよ。学校これは入ってきたでしょ。チェックチェックチェックじゃない、ボルぐらいボルか。あーもうシャホールいった。もうベララチェック、はい、上あもう希望がない。2で学校もうダメだ。チェックダメだ、はい、あチェックもうそのままだった、はい、チェックか。2回も見たかった。2回も見たかった。余裕がすごい気になったかもしれない。気になった。あ、ダメだよこれ。ダメなんだよこいつ。一瞬だけアマドローになってくんねえから。一瞬だけ一瞬だけアマドローになってくんねえから。一瞬アマドローになるとすごい、すごい、それすごい。もうすごい、なんでもできる。負けで、負けで、はい、わかりました。そうだよ。マリエル強えな。マリエルがやべえ。マリエルがやばい。電動なんだけどな。勝った試合はマリエルが飛んできてね。いい勝負だ。上からスクチェンとかやったけど上から前半はやばかった。